Ken, The Rampage with Gene Riku, The Rampage from Exile Tribe. Ladies and gentlemen!こんばんは、ザランページリーダーのジンです。待って、ボーイさんとかから言わないの？生放送です。リクです。よろしくお願いいたします。びっくりしたー。ビビったー。今ね、みんなね、ザワザワしてる。本当に。いや、なんか、衝動に駆られてしまって。なるほどね。いや、なんか、まあ、そういう時あるよね。いや、で、ということでね、はい、今日も生放送でウィーケンドザランページやっていきますが、はいはい、皆さん週末いかがお過ごしでしょうかということで、もう最近もう夜になったらすっかり、うん、寒いですよね。寒いですね。外もめちゃくちゃ。うん。どう対策します？冬、いつも。着る。僕は、首元隠すんですよ。これめっちゃあったかい。そんなに着込まなくても、やっぱ首元ってすっごいひんやり風が入ってくる。空いてたら。確かに。どんだけ着込んでても、うん、結構ね、12月、1月になったら、結構寒いんで。でも去年からタートルネック着ること増えましたね。ああ、まあまあ、いいっすね、うん。やっぱ首元隠すっていうのは、うん、おしゃれしながら着込んでいくみたいな。そうですね。冬楽しみなんですよ、僕。めちゃくちゃ好きなんですよ。うん、もう汗かかんでええから。うん。わかるよ。わかるけども。しみじみね。いや、共感できる人も絶対おると、うん、結構たくさんいると思います。やっと私、あたいの季節がやってきたみたいな人も絶対いますし。うん、まあね、そんな、楽しい秋を、皆さん一緒に楽しく過ごしましょう。ということで、そろそろ行きましょう。ウィーケンド・ザ・ランページ!お送りした曲は10月30日リリースのセカンドアルバムザ・ライオットからザ・ランページ・フロム・エグザイル・ドライブでムーブ・ザ・ワールドでした。今日も京都でウィーケン節炸裂しちゃうよ。おっと、なんだ。ウィーケンザ・ランページ with Gene Riku The Rampage from Exile Tribe。 さすがに声通りますね。えトレーニングしてますから。ということで行きましょうか。ウィーケンドザランページ、お相手はザランページフロメグザイトライブリーダーのジンとボーカルのリクです。改めましてよろしくお願いします。なんか今日ゆるいね、頭からゆるいわ。いいっしょ。あ、リーダー、え、この何、ゆるさがエモさに変わる瞬間みたいな味わえる今日。ぜひともね、エモさに変えてほしい。頼むよリーダー。いけるかな。 OK、 はい、ということで番組終了後9時30分からはニコニコチャンネルでスペシャルな動画配信も行います。はい、このスタジオの様子をスマホパソコンで楽しむことができますので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください。お願いいたします。ということでここからはまたちょっとね、まあ、週末トークしていきましょうよ。はいはいはい。ね、金曜日の夜、うん、こう、まあ、明日もちょっと休みっていう方もいたりとか、はいはいはい、で外に出かける人もいれば、うん、インドアな人もいるじゃないですか。はいはい、最近インドアといえば僕最近ハマってるちょっとドラマというか、うん、まあ、ネットのドラマなんですけど、はいはいはい、リズムフローっていう、はいはいはい、この間山翔がね、急にポンってランページに来るぐらいに、ね、これ面白そうなんでぜひ見てくださいって言って送ってくれたやつがあって、で、まあ、ラッパーの方の、うん、カーディー B とかそういう大物の、うんうん、ティップとか、あと、ファットジョーとかっていう、はい、すごい大物の人たちが若手のラッパーを発掘するっていうオーディションの番組というか、うん、まあ、そのドキュメントみたいな追ってる映像があってですね、毎週配信されるのかな、で見てるんですけど、やっぱりそういうの見ると刺激にもなりますし、なんせやっぱりこうね、向こうのアメリカのもともとカルチャーだったりもするんで、やっぱ言ってることとかがすごい本当になんか芯を食ってるというか、うん、まあ、ラッパーもちろんその審査員のそのお三方とかもそうなんですけど、出てる若手の人たちとかも僕と年齢変わんなかったりするんですけど、うん、結構自信に満ち溢れてるというか、まあ、その番組見た時に改めて、うん、なんか自信持つってすごい大事なんだなってステージ立つ上でとか思いましたね。だからそれが音楽じゃなくても別のね、こう職業に置き換えたりとかするときもちゃんと自分の意見が言えたりとか、うん、なんかこう自分で発信することの大事さみたいなのをすごいなんかそのなんか、ね、作品を見てめちゃくちゃいろんなことを感じてるんですよ。ね、なんか結構1本で45分から1時間ぐらいあるのかな、うん、時間も結構あるんで、ぜひ時間あるときに皆さんも、うん、ぜひチェックしてください。そういう音楽の、ルーツみたいなものも仕入れたりとか、うんうんうん、音楽、その海外の音楽好きな方は絶対にハマると思うんで、うん、っていうのを最近見てます僕は。なるほどね。リクさんなんかあります？僕じゃあそのネット番組つながりで言うと、はい、先日も一瞬で全部見ちゃったんですけど、東京独身男子、はい、っていう番組聞いたことありますね。見まして、はい、全部でね8話かな、あ、そうなんですね、だったんですけど、で1話、まあ、1時間くらいあって、はい、で、まあ、
高橋一生さんはじめ、いろんな俳優さん女優さんが出られてるんですけども、あの AK 男子といって、はい、あえて結婚しない男子あなるほど AK ってそういうことね。そうそうそう、あえて結婚しない男子の三人衆を、はい、その友情あり、うん、恋愛あり、なんだろうな、結婚に対するこう葛藤ありみたいな、あ大人なドラマってそういう感じなんですけど、はい、まあ、それちょっとこう色っぽいセクシーなシーンもあるんですけど、はい、そこに必ず面白いっていうギャグなオチがあるんですよ、はい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 、だからそのちょっとこう僕らよりも若い子でも見やすいと思うし、うん、そのあ女性の方が見たら、はい、あ男ってこういう考え方 してんのかなとか、そういう感じにもなると思うし、はいはい、で男は男であ分かるとか、はい、それこそその、役とそのお三方が演じられた役と同年代ぐらいの、多分若いお父さん、はい、ぐらいの人たちはあ分かるってなると思うんで、なんかすごい楽しめる番組、その幅広い年齢層で楽しめる内容になってるなと思いましたね、はい、うん、まあ、なんか何でもありますよね、そういう意味では、うん、ジャンル問わずですけれども、うん、ありますあります、はい、そうだね、まあ、そこかな番組で言うと、あとはなんだろう、ジンくんなんかあるあでも映画とかもうちょっと時間あるとき 見たいなと思ってたりとか、うん、なんかこうね、ジョーカーとかも今やってるじゃないですか、ああいうのも見たいなと思いますし、映画とか、なるほどね、うん、あと僕ジンくんあれだ、この前一緒に筋トレしてる人たちと、はいはいはい、あのと仲いい人と、あの美味しいテキーラを飲む会っていうの、美味しいテキーラを飲む会、はい、あのまずイケメン焼肉行って、はい、安定の、はい、で、その中のお一人がそのテキーラ大好きで、はい、テキーラの本当の飲み方を教えてあげるよみたいな、はい、って言われて、はあ、いいんですか？で一緒にこうメキシコ料理に行って、でそのマスターの人にちゃんとこうリクエストをして、でこういう風に楽しめるのを飲みたいですって言って、で専門店ってこと？いや普通のメキシコ料理、でもすごい詳しくて、あ、そうなんや、その人が、ああ、で僕らの好みに合わせたものを作ってくれて、で4人、男4人で行ったんで、こうつつつこうって違うのを用意してくれて、はあはあ、でみんなでこうちょっとずつ飲み回してっていう、はいはい、あ初めてそういう大人なお酒の飲み方をお前やねしてみて、でもちろんね、あこれきついなとかもあったし、あでもこれは美味しいわ、飲みやすいわとか、うん、ちょっとお酒苦手だなっていう人でも、これは作り方によっては楽しめるテキーラとかもあって、だからそのいわゆるこうグイって飲むやつじゃない、はいはい、そういうテキーラを知れたっていう、ちょっと一つ大人の階段登った一週間です。いいですね。なんかその未体験ゾーンに突入した感じ、まあそれがね、うん、苦手かどうかっていうのはね、一回行ってみてでもいいし、なんかそういうのめちゃいいと思います。うん、それこそナチョスとかメキシコ料理でナチョスとか、はい、絶対うまい。一緒に食べたりすると、あ美味しい。ってなって、はあ、なるほどね、味付けがね、そう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 、しっかりしてるからね、サルサとかボカドとかいろいろあってさ、はいはいはい、本当に楽しくテキーラを初めて飲みに行ったっすね。そのなかなかいないんじゃないですか、まあ、大人の方はね、うん、そうこうそれが大好きでやってる方はいらっしゃると思いますけど、もちろん飲みすぎには注意ですよ。ああそうです、ね、本当にそう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 、もう自分と相談しながらですけど、うん、でも何種類か僕も飲ませてもらって、本当にねちょっと見方変わったテキーラ、うん、だから僕らの先輩でウサさんがテキーラのこう資格を持ってて作って、はい、ご自身が作ってとか、はいはい、なんかそのハマる意味をちょっと感じれた、ちょっとね全部って言ったら生意気だけどちょっと感じれたかなっていう、なるほど、ところですね。またじゃあ時間が機会があったらやりたい、行きたいみたいな感じですか？いやもうね行きましょうよ、行きましょうよ、まあ、じゃあ行ってみましょうか、はい、はい、ということで、ではですね、ここでリスナーさんがレコメンドしてくれた曲をお送りしましょう、はい、デフテックで My WayThe Def Tech Sound Share Mic Around Gonna ever quit The Def Tech Sound Share Mic Around。はい、ということで、茨城県みちゃこさんからのレコメンド曲なんですけれども、はいはい、メールいただいております、はいはい、最近すごくうまくいきません、うん、頑張れば頑張るほど空回りして体力的にも精神的にもギリギリです。ランペのイベントがたくさんあるので、そのために頑張ろうと思えることが唯一の救いです。そんな時私を奮い立たせてくれる曲をリクエストしますということで、うん、デフテックのマイウェイ、歌詞もすごくよくて、うん、大丈夫お前はやれる、そのまま進め的な歌詞です。10年以上前の曲で聴き立て
聞いてた頃とは、聞いてた頃は20歳とかで、流行っていて好きでしたが、今はこのリズムとテンポがただただ心地よく好きです。ぜひ聞いてみてください。いやで僕らもそうですけど、聞いてましたよ。この曲めちゃくちゃ流れてたし、聞いてたし、歌ってたしみたいな、うん、誰も知ってる曲じゃないですかね、うん、こういうやっぱりストレートな、なんか、まあ、応援ソングというか、なんか自分を鼓舞してくれるような楽曲ってやっぱどの世代の方にも共感できる部分があると思うんで、いいですよね。なんかこのリズムの感じが好きって言ってたじゃないですか。うん、で、言葉早いじゃないですか。はい、でシンガー目線で言うと、こんだけ早いリズムの中で言葉をすごい詰め込んでるのに、しっかり言葉が聞こえるっていうのはマジですごいことですよ。すごいね。聞きやすい声もされてますし。そうなのよ。で、なんかこう、一回聞けば、フレーズ覚えちゃう、はい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 。もう、神曲ですね。いいですね。ありがとうございました、みちゃこさん。ということで、お送りした曲は、デフテックで、マイウェイでした。Weekend The Rampage Where Riku The Rampage From Exile Tribe。 さて、ここから何するんだっけな。あれ、ジンクいなくなっちゃったなんてね。もう分かってますよ。どうせね、マダムとジンコさん来るんでしょ。台本にも書いてあるからね。いや、そろそろね、ゴロゴロみたいなね、なんか変な声が聞こえて、本当に来ないんですかこれ。もしかして、ちょっと、なんか、あったのかな。あー、もうめんどくさ。もう知らん。いいわ。プライベートジェット使えば意外と早く着くもんだな。って感心する場合じゃなかった。ジンコさーん、おい、ジンコさん、いるんだろ、開けてくれ、ジンコ。あ、私だってほっといて。やっぱりいるじゃないか。一体どうしちゃってんだよ。私、もう魔力が使えなくなっちゃったの。だからもう、占いはできない。みんなの運勢を占うことはできないの？いや、ちょっとそんなことないって。さあ、ちょっと疲れが溜まってるだけだよ。少し休めばきっと良くなるって。もう無理だって。私はもう普通の主婦に戻る。番組にはもう出ない。あ、本当ですか。あ、それは助かるね。うんうんうん。台本にはね、なんかクソって悔しがるなんか僕が書かれてるんですけど、もうそんなことはしません。そう思い通りに行かせ、あ、リクボーイ。いや、もう、出るやん結局。何？出ないとか言わないで。ジンゴさんが必要だから。なんてね。嘘泣きでした。これ割とガチでイラッとくるやつね。うん、ちょっとかまって女子っていうのを演じてみたくなっちゃったのよね。草通り越して大草原。いいですか。こんな楽しい番組出ないわけないじゃない。さ、今回もこの運命のタロットカード、通称デスティニーカードを使って占っていくわよ。あいあいあいや。今日も絶好調よ。これがいわゆるウィーケン節です。はい。メール紹介してちょうだい。はい。どんどんちょうだい。見てちょうだい。聞いてちょうだい。福井県金沢ウルスさんですね。最近寝ても寝ても眠くて仕方がないんです。朝すっきり起きれるにはどうしたらいいですかっていうのことです。うん。そんなのね、たやすいご用。私はレジェンドマダムジンコよ。うん。じゃあ、早速行くわね。怖い怖い怖い。おーいや出たわ。エンペラーの逆位置読んでちょうだい、リクボーイ。はい。無気力、うん、強くない様、弱さの現れ、行動力の不足、うん、支配しきれない状態、見かけ倒し、うん、伴いにくい経済力、うん、家を継がない、信用を失う、無雇用児、次男や三男を指しますという意味があるんですけれども、ふむ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 ね、タロットカードが、指しているのは、寝ることよりも、普段の自分の生活の中で何か不安なこととかあるんじゃないかな、うん、そういったものが寝てる間に整理されなくなって、朝起きてもまだちょっと、眠りが浅いなと感じてしまう、うん、というのは、普段の、生活の中でしっかりと自分で、まとめていくことが大事になってくるのよね。そしたら眠りもうまく、つけるんじゃないかな。なるほどね。じゃあ続いていきましょう。冴えてるね、やっぱり。タロットカードですからね。続きまして、うん、広島県萌えさんです。ふむふむ。
最近弟が反抗期でどのようにコミュニケーションを取ればいいのか困っています。ジンコさん占ってくださいということです。大変ですね、反抗期ね。うん、わかるよ、うん、子供のね、私も反抗期とかあるからね。弟くん何歳になったんだろうね。さあ行きたいと思います。ジンコさんも反抗期あったんだね。タロットカードが全てを指してくれるんです、うん、これ割と当たってるから怖いんだよね。せいやヒエロファントの逆位置読んでちょうだい。はい、行き過ぎた行為、自由を与えすぎる、うん、慣例を無視する、うん、何もしようとしないありさま、信仰心のなさ、宗教や宗派の違い、物質にとらわれすぎる、うん、という意味があります。うんうんうん、というのもね、はい、しっかりと距離感を保つことが大事、何よりも、ね、甘やかしすぎてもダメ、突き放しすぎても逆効果というのは、お姉ちゃんだからこそ分かる、家族だからこそ分かる距離感でしっかりと接してあげること、そしてめげずに真摯に向き合うときっと弟くんも、分かってくれるんじゃないかなと思います。お姉ちゃんファイト軽いなぁ。さあどんどん行きましょう。続きまして、はい、山口県純奈さんですね。はい、職場に夏ぐらいから2個下の男性に話しかけられるようになり、あらら、バーベキューするんですよって言われて、いいですねって返すと、来ますかとか、そんな感じ、いろいろ誘ってくるんですけど、未だに連絡先を聞かれません。あらやだ。今月で今の仕事辞めるので、最後に自分から連絡先を聞くか迷っています。ジンコさんどうしたらいいですか。なんや、色恋物語か。なあ。かなりヘビーなところ、ちょっと体力使いそうだわね。うん。気合入れますね。うん。さあ、行きましょう。タロットカードよ、すべてを占いたまえ。あいやー、出ました、ザ・ムーンの聖地、読んでちょうだい。はい、嘘を見抜く可愛い嘘、あ、ごめんなさい、聖地ですよね。聖地、何やってるのあなた。嘘、正直でない、欺く危険、スキャンダル、思わぬ出来事、不安定、気の変わりやすさ、抽象、見えないところにいる敵という意味があります。そうするとこの恋が、成就するまでにいろんな壁が、立ちはだかっていくということですね、うん、一筋縄ではいかない、でもきっとその先には何か見えるものがある、私はそう信じています。タロットカードはそう言ってます。信じるか信じないかはあなた次第です。ということでございます。ございました。いや、ここから真面目にいきたいなと思うんですけれども、リックボーイ、え、なんすか、なんすか、あのさ、うん、さっき魔力が使えないって言ったじゃない、あれ実は嘘なんだよ。いや、またそうやってね、あの、かまって女子、かまって女子演技してんでしょ。嘘じゃないの、嘘じゃないの、ん、正確には魔力が弱まってたの。うん、でもこの占いで全部使い切っちゃったみたい。いや、嘘でしょ。嘘じゃないわよ。いろいろとみんなの悩みを占えて本当に楽しかったけど、それも今日でおしまい。私はもう用済みなの。いや、そのちょっと悲しいこと言うなよ。ジンコさん大丈夫だって。私はもうダメなの。しっかりと現実を受け入れないと。嫌だよ、ジンコさんがいなくなるなんて嫌だよ。俺が代わりに占うからさ。だから今まで通り隣にいてよ。ありがとう、ビッグボーイ。でもね、これで本当に最後よ。今までありがとう。じゃあね、ジンコさーん。あ、そうだ、一つ言い忘れてたわ。こないだ近所のジムで知り合ったお兄さんがこの番組に来たいって言ってたから、よろしくね。ほな。消えた。いやー、自由ですね、あの人。彼、いや、彼女、うん。いや、まさかね、言ってたお兄さんってね、こないだ2周年パーティーでコメントしてた、あの、野郎なんでしょうかね。ではここで一曲お送りしましょう。The Rampage from Exile Tribe で Swag and Pride。 お送りした曲は今月リリースのニューシングルから The Rampage from Exile Tribe で Swag and Pride でした。
さあ、ベイヘムからお送りしてきましたウィーケンドザランページ、そろそろお別れの時間です。この後はニコニコチャンネルにてスペシャルな動画配信を行います、はい、皆さんと一緒に番組を盛り上げていきたいので、詳しくはネットでニコニコチャンネルと検索してみてください、はい、動画で楽しむウィーケンドザランページ見れる方は引き続きよろしくお願いします。ここでお知らせです。おっ、ニューシングルスワッグ&プライドが絶賛発売中、うん、そして10月30日にはセカンドアルバムザ・ライオットがリリースされます、うん、そしてザ・ランページライブツアー2020 RMPG 開催決定、来年2月5日からスタートです、はい、その他細かい情報は EXILE トライブモバイルをチェックしてください。ということで、うん、おっと川島さんが今ダッシュでメールを持ってきてくれました。ありますどうぞ。サップさんですね。はい、ジンコさん、いやだよ、悲しいよーと。そんなことを言っていただけるんですか。優しいね、サップさん。ねえ、続きまして、はい、あ、おすずさん、広島県の方ですね。ジンコさんいなくなっちゃうんですか。魔力が使えなくてもいいから、リクボーイの隣にいつまでもいてあげてください、はい、リスナーもジンコさんの占い大好きですからね。嘘じゃないですからね。もういよいよウィーキンリスナーさんもどんどん巻き込まれていってるんですね、このジンコさんファンが、はい、いきます、神奈川県、餃子ガールさん。ジンコさんを引き止めるリクさん、超かっこよかったです。ありがとうございます。いやまあいいですね、こんなことやらせてもらえて。本当にウィーケンはすいません、愛があります、ね、はい、はい、そして、千葉県の水木さん。はいはい、ジンコさんいなくなっちゃうんですか、うん、以前ジンコさんに相談してもらってからジンコさんのこと大好きたまりません。ジンコさん辞めるなんて嫌です、寂しいですと。あららら、モテモテじゃないですか、ジンコさん、ね、まあ、なんかウルトラマンのようにいつか帰ってくるかもしれませんから、うん、千葉県トロさんです。おジンコさんとリクボーイの寸劇が気になりすぎて、占いの内容が何も頭に入ってきませんでした。そもそもプライベートジェットを所持しているリクボーイ何者なんですか。何もわからないままコーナー終わっちゃうんですか。そんなの嫌ですか。プライベートジェットぐらい持ってますもん。いやーねえ、なかなか波乱を巻き起こして帰りましたが、ということでこの後動画パートもありますので、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ということでウィーケンドザランページ、ここまでお送りしたのはザランページフロムエグザイルトライブリーダーのジンとボーカルのリクでした。バイバーイ。